この1週間、西日本では猛暑が続き、東北地方では雨量がまとまる恐れがあります。沖縄から見ていきますと、週末には天気が回復する予想です。ただ、まだ波が高い状態が予想されます。その他、九州から近畿にかけて、西日本では連日猛暑日。この先も厳しい暑さとなります。また、急な雨にもご注意ください。東北では、週末、そして来週の中頃に雨量がまとまる可能性があります。山形県や秋田県など大雨となった地域では最新の情報の確認が必要です。間に挟まれた関東周辺、晴れたり曇ったりの空、またアイコンとしては出ていないもののゲリラ雷雨の恐れもありますのでご注意ください。この先の最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからご確認いただけます。